はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の四種シリーズ第39弾をお送りします。ということで今手相が映っておりますが、皆さんストップウォッチの準備はしましたでしょうかこの四種シリーズはぜひ、早く正確に解くというのがテーマになってますので、ぜひね、準備してやってみてください。ではちょっとピント向こうに移しますね。ピント、OK。 はいじゃあ今回この10問やりますのでまず1回チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解説やっていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあ解説用に画面下げますのでお待ちくださいいきますよっほっ行きすぎたこの辺いいかなよし行くか で、今回はですね、まあ、いつも右上に書いてありますが、自分がガチで解いたら1分59秒でした。皆さんは時間いかがだったでしょうか久々にね、ケアリスミスなくやったんですけど。で、今回は、ちょっとね、いつもよりも脱線が多い解説になります。まあ、おそらく早送りでね、あの、自分のわかんないとこだけピックアップで見る方多いと思うんですけど、もし全部見ようって思ってくださる方は、特に今回はケアリスミスが減るような そういう発想というか、自分はこういうことを考えてケアレスミスを減らしてるよっていうことを話しながらやっていきますので、まあ、ぜひね、1.25倍速とか1.5倍速機能ありますんで、それ使いながらやってみてください。あの倍速機能は画面の右下のね、歯車かな、今な。そのマークを押せば倍速、あの、速度変えれますので、ぜひ使ってみてください。ということで、まず1番は、マイナス7、プラス5ですね。まあ、マイナス7とプラス5を足すってイメージで言えば、マイナスのが多いので、まあ、これはサクッと行きましょう。マイナス2となります。 で、次ですね。これ、2番から結構、ちょっと引っ掛けようとしてる感が出てますけど、これ見たとき、2パターン、まあ、主にね、2パターン解放があると、解き方があると思います。で、まあ、どちらでやっても構わないんですけど、1つは、1個1個丁寧にやる人。で、もう1個は、工夫して、かける4が共通なので、まあ、共通項を出すというかね、その、工夫をしてやっていくっていうパターンあると思うんですよ。 で、自分は性格上工夫をするとミスが出そうで怖いんで地道にやりたくなる人なのね。自分は。でもどっちでもいいです。どっちでもいいんですけど、ここでもし、あこれ地道にやるのとかけるよ共通でって2個思いついた方は、ぜひ2個試してください。自分は2個やりました。実際に。で、まあ、まずは地道な方から行きましょう。掛け算、引き算、掛け算。まあ、ここは引く引くなんで、ちょっと足すに変えちゃいましょうか。こうね。 掛け算、足し算、掛け算なので、掛け算が先になります。つまり、マイナス3かける4。ちょっと解き方、1とかにしとこうか。マイナス3かける4すると、マイナス12 6、6かける4なんで、プラス24となって、12ですよね。で、解き方2に関しては、かける4が共通なので、これを、まあ、後ろに出しましょう。まあ、出すっていうかね、後ろに持っていく。この部分を、 後ろに持っていって、残ったマイナス3プラス6の部分をカッコに入れてしまおうと。まあこんな感じです。こう工夫ができる。そうするとカッコの中が3ですね。マイナス3プラス6で3になるから3る4で12になると。同じじゃないですか。はい、答え12で正解なんですけど。なんでね、こういう2パターンやらせるかっていうと、自分は数学のいいところって解き方 まあ解放ね。導き方が別に一通りじゃないんですよ。ほとんどがいろんなパターンがあると。で、思いついたものまあもちろん全部やるとは言わない。試験時に50分とか限ら,限られた時間があるからね。言わないんだけど、解き方が2パターンを思いついて、両方やってさ、答えが一致したらさ、あってそうじゃない自分で。もちろんケアレスメン出る時もあるけど。だから、できれば解き方が2つ思いつく時はやった方がいいです。もしくは、 えーまあ、自分がね、もし本番ね、今回はこの10問だけでやってるからそこで確認したけど、全体の大問5個ありますよみたいな状態だったら、解き方2個思いついたら、まず1回目で1個だけやっとく。で、全部やって、必ず、ね、戻ってきてもう1回解くからあの、解くところはね。それを次はじゃあ違う解き方でやってみようみたいな。そういう書まあ、それは、ね、好き好きあるんだけど、そういうのやった方がいいです。これはケアレスミスが減る。解き方が複数思いつくんだったら、全部チャ全部とかできる限り多くチャレンジする。 っていうのは大事ですね。で、3番です。で、自分がよくそのケアレスミスの防ぎ方としては、解き方が複数思いつくなら複数のアプローチをしていくっていう部分。そしてもう一個は、出題者。問題を作った人間が引っ掛けようとしてるところをなんとなく推測できるようになったらかなり強いです、それは。かなり強い。そこにプラス、自分が引っ掛かりそうだと思ったらもっと強いです。数学に関しては。特にこういう基礎問題に関しては。 自分よく言いますけど、分数が苦手なんですよ。苦手というか、ケアルスミスがものすごく多い。分数に関しては。だからもう、これが来た瞬間に、必ず2回、3回はやろうと、まず決めるわけです。で、何を引っ掛けようとしてるかっていうと、今回分数が割り算と足し算なんですよね。で、これ割り算と足し算だったら割り算が先なので、ここを先に計算します。で、これちょっと良心的なのが、足し算と割り算にする方が多いんですよ。なぜなら足し算を先にやろうとするから。 これ割り算先にあるからさ、まあ、先にこっち計算するからそんなミスは出てこないんだけど、まあ、そういう風な作り方してんな、みたいな。あ、これちょっと優しいじゃん、みたいな。引っ掛けようとしてないんかな、みたいなね。思ったりとか、あとは、やっぱりここにマイナスを入れてきてるので、マイナスの計算でミスを誘ってるんだろうな、とか。そういうことを想像しながらやっていく。いいで、分数の割り算っていうのは掛け算に変えて、割り算の1個後ろを逆数。分母と分子をひっくり返す。でもマイナスは変わんないからね。 だからこうなりますちょっと後ろ後でつけましょう。でここだけ計算すると3が約分される。で2で約分すると4と1つまりマイナス4分の1となりました。ここの部分がね。でそれにプラス2分の1をくっつけますここに。プラス2分の1。でも分数の足し算なので通分が必要だと。で4と2になってるから4に通分するよね。2分の1は 上と下に2をかけることによって4分の2になりますこいつです2分の1が4分の2上と下分母と分子に2をかけましたこれで下分母が揃ったので足し算ができます下の4分のは変わりません上はマイナス1プラス2だから1となってこれで正解となりますいいかな で、自分がね、まあ、確認するときとかは、まあ、これちょっと複数のアプローチがなかなか思いつかないので、まあち、これは、まあ、俺限定で言えば、みんなにあの、共有しないけど、これは、あ、一個ね、あの、確認的暗算でやった。書かないで。頭の中で。まあ、全部10問やった後ね。問題解いてすぐに確認しても、さっきの思考と同じとこを辿るから、意味ないんだよ、基本的に。同じこと考えるから。だから、10問まで終わって、さっき解いた解き方を隠した状態で暗算するの、もう一回。 それを、その3番来た時にも、それやろうって決めてたから、自分の中で。決めてて、だから、えっ、ー、と、まあ、いっぱい話しちゃって申し訳ないんだけど、問題あるじゃん。問題用紙があった時、えっと、問題文がここに書いてあった時に、その近くに解かないです。本当は。今解説なんですぐ近くに解いてますけど、解かないです、本当は。ちょっと離れたところに解くの、自分。離れたところに解いておいて、確認の時に、さっき解いたものが目に入らないようにしたいの。入っちゃうとこれになっちゃうから、確認の時。 だから違うところに書いておいて、そっちで見えないようにして、もう一回戻った時に何も書いてない、さらっとした状態。で、この状態でもう一回解ければさ、再チャレンジできるじゃん。これをみんな見ることなく。で、答えが同じだったら OK だし、違ったらどっちかがミスってるかもしんないし、みたいな。判断ができるんで、そうやってケアレスミスを減らしていく。ごめんね、喋りすぎた。行こう。4番ですね。4番は、これは、まあ分配法則なんでね、カッコの前の4を配っていくと。 で4掛け算で配るとス4 x プラス1 2 y でこれ −5 をこっちねこっちに配っていくからス5 x ナ1 0 y とこうなるで x 同士 y 同士を計算するからス4 x とス5 x でス9 x 1 2 y とナ1 0だからプラス +2 だね 2y となってこれで終了です 足し算算なななんででで X と y はくっつけないですこう計算できないからね。まあちっちゃいなことだけどこれ珍しいなと思ったトイレで4番何かっていうと前の括弧のね x のところにマイナス x ってつくことあんまないんだよねあ,あんまり多くないそんなにだから変わってるなこの出題の仕方なんて思ってたけどまあでもマイナスは配らせるよねとは思ったこれまあこれマイナスを分配するっても計算ミス誘ってるので何ミスるかっていうとこっちにマイナス配るんだけどこっちにマイナス書き忘れるんだよね そうあここプラス10倍ってしちゃう子結構多いんでね、まあ、そんなミス誘ってんだろうなと頭の片隅で思っておくとその罠にははまらないから罠を知ってんのにはまらないからねそは大事じゃあ5番いきましょうでこれはですねまあここですねまずね、えー、分数の分母下にルートが来てるので有理化が必要です有理化ね で、有理化は、上と下にルート7をかけます。今、ルート7がいるから、上と下にルート7をかける。ちょっと下が入らないので、有理化、まあ、ここでいいか。上と下にルート7をかけると。で、そうすると、ルートっていうのは、同じものをかけると外れます、ルートが。2乗になることによって、ルート 7× かけるルート7は7です。ルート 5× かけるルート5は5です。 いいね。ルート11かけるルート11は11です。しつこいけどね。覚えてください。で、こうなることによって、ここ約分できます。1と2。つまり、こいつは有利化すると2ルート7なんです。2ルート7。これは入ったでしょ。ギリだね。まあ見えるかな。で、プラスと。後ろ、ルート3かけるルート21。まあ、ルートの掛け算っていうのはなんか掛け算できるので、63ってしてもらっても構わない。まあ、63なら直せるからね。いいと思うんだけど、ちょっと工夫するんだったら、 これ 3×21 じゃん。で、21って 3×7 じゃん。3、二21だから。ってことは、ルートの中身がまあこうなるわけよ。掛け算しなくても。で、こうすればさ、3が2個あるじゃん。3の2乗って。分かってるから、2乗になるから外出てくるでしょこうやって3って。だから、あ、これすぐ3ルート7かってわかるわけよ。こうやって。ってやった方が綺麗かなと思う。個人的には。 もちろん63がさ、屈指63だから、まあ、すぐ分かるとは思うんだけど、もっと大きい数になった時、この技結構使いやすいので、掛け算しないでそれぞれを分解して2乗セットで出してくるっていうね、使いやすいです。で、これ2ルート7と3ルート7、ルートの中が一緒になれば、ルートは足し算引き算できますで外の2と3を足すことによって5。ただ、ルートの中は変わんないです。だから5ルート7。これで終了。 さあ行きましょう。今何分はい、13分。倍速、倍速使ってね。はい、というで次、6番、七番。こっちをセットでいきたい。6番はですね、因数分解します。こっち、えー、二次方程式解きます。まあ、知ってるよって方多いと思いますが、改めて確認です。えー、これ何が違うかって、最初でイコールゼロがあるものとないんです、こっち。いいかいイコールロまあ、イコールゼロじゃなくてもね、イコールが入ってる、最初から。ものを方程式と言います。 中学校ではほとんどがイコール0が多いです。多くは。まあ、これも方程式ね。イコールがあるから。これはないんです、最初。いいかな。で、方程式っていうのは今、X の文字につく、ついての方程式なので、最後が X イコールホニャララになるの。答えるときが X イコールホニャララ。でもこれは因数分解しろって言ってるだけなので、X イコールホニャララまで書いたらバスです。細かいことだけど。細かいことだけど、それでミスったらもったいないからね。 再確認しておいい。くださいで戻ると6番これ因数分解したいとで因数分解はねえー、こっちからか公式でかけて36かけてマイナス36になる2つの数字のコンビを探します例えばマイナス36かける1とかねまあ逆もいいねこっちマイナスにしてもいいけどで36は9と4があるんだよね9と4つまりマイナス9か9かけマイナス4とか。 まあできる。まあ 12×3 とかもあるんだけど。で、その数字の2個のコンビの中で、足してプラス5になるコンビを探したいの。足してプラス5。さあどれかっていうと、まあ9と4うまく使ったらいけそうじゃんか。で、9とマイナス4なら足したらプラス5だよね。上のマイナス9と4だと足すとマイナス5になっちゃうから符号が合わないんだよ。だから今回使うのはこっちだと。9とマイナス4。 さあ、数字のコンビ見つかりました。見つかったので、因数分解は、その数字、9とマイナス4を、こう入れます。x プラス9、x マイナス4ってなって、これで終了です。これが因数分解です。いいかな。で、次、右側です。もしね、ちょっと話ごちゃごちゃしちゃうんだけど、もし、ここに、イコール0がある、最初から。 二次方程式ですよって言われて。これで解きなさいと言われたら、これで終わると×をくらえます。何をするかっていうと、ここにイコール0がくっついてるはずなので、こっから、まあ、これを解いてね、マイナス9と4って書いて、ここまでで正解です。二次方程式解けだったら。いいかなこごちゃごちゃしないように気をつけてね。ちょっと消しておきます。あのー、早送りで見た方分かんなくなっちゃうから。で、7番ですね。これも、 左が因数分解できるんだったら同じように解いていきたいんですけど、できないんですよ、これ。できないから、もう解の公式使います。有名なあいつです。解の公式ね。おそらく学校で呪文のように覚えさせられるやつなんですけど、まあほとんどね、x2 乗のとこに係数っていうこれくっついてる数字がついちゃってる時、1じゃなくてね、他の方がくっついてる時はほぼもう解の公式です。中学校に関しては。まあ違う時、違う技も使えるんですけど、 で、解の公式復習しておきましょう。x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。これは絶対に覚えます。解の公式はね、よーく出るから受験。で、これを使ってあと当てはめます。a が3、b が3、c がマイナス1です。それを当てはめるだけです。ゆっくり行きましょう。 A が3だから下が2かける3なんで6分のマイナス B。B は3だからマイナス3プラスマイナスルート。で、自分ルートの中かちょっと外で計算してしまうので B の2乗。つまり3の2乗だから9。マイナス 4AC はマイナス4かける3かけるマイナス1です。いいね。マイナス4と A と C をかけるからね。で、今やるとプラス12。 つまり9たす12なんで、ここが21です。で、絶対に、まあ、解の公式だけじゃないですけど、ルートを計算したらルートの中身チェックは絶対にする。絶対にね。ただ、このルート21っていうのは出せません。なんとかルートなんとかに直すことができないので、今回はこれで終了です。消しておきましょう。いいかな。これが解の公式。さあ、あと3問です。行きましょう。 8番は、X についての方程式。書いてあります。で、X についてって言ってるくせに A があるやんけってなるんだけどね。文字が2個入ってる。で、特徴としては、解が5。解は答えです。答えが5と言ってくれてて、その時 A を求めなさいっていう問題。まあ、細かいこと言わなくてもね、やることわかるよって方多いと思うんですが、ちょっと細かいこと言わせてください。この問題のポイントとしては、実はここです。まあ、ここ中学の時にここまで意識しなくてもいいんだけど、 問題文に、ちょっと喉がね。X についての方程式と書いてありました。つまり、X が主役の式を作りましたと言ってます。で、解が5と言ってるので、答えが 5, 5って言ったんですけど、これは、X が主役の方程式の答えだから、X が5なんですよって言ってんの。A じゃないですよと。 もちろん問題で A を出せって言ってんだから、それは X が5って分かるよって方多いと思うんだけど、大事なことなんで、押さえておいてください。X が主役の式作ってる、それの答えが5って言ってるんだから X が5だよっていう。つまり、X のとこに5を代入していいよっていう。いいじゃあ入れていきます。ここ5入れます。これは掛け算がかかる隠れてるからね。3×5 をするので15、15-4。 ここにも五入れるから五、A. はまだわかんないから、こうしておく。で整理しましょう。まあ A. こっち持ってって二 A. イコール、こうが十一だから持っていくとマイナス六か。うん、うん、うん、合ってる。大丈夫。で両辺二で割ると A. イコールマイナス三となって、これで終了となります。えー、ちょっと自分が解いたやつが不安になったんだけど。ああ、解いたやつがどっか行方不明に行ったので、画面で確認できねえわ。 大丈夫と信じよう。中の代入し直して解けばね、なるんだけど、ちょっと暗算していいこれ。これで動画見すいたくない。あ、確認の方法としては、元々の式あるじゃん。これに A がマイナス3って出たんで、A だけ戻すの。X いじんないでよ。X を書こうか。そのまんまにして、3X でしょマイナス4でしょで、X で A だけ戻すと、マイナス2かけるマイナス3だから、プラス6になるんよ、こうやって。で、解くと、X こっちに持ってきて、まとめると 2X。 マイナス4持ってくるとえ10だから x イコールみんな見えねえかも5見える見えてる x イコール5になってるからおーなってんじゃんじゃあ絶対正解なの A が合ってるからっていうか声っていう確認はできます危ねえ合っててよかったわさあラスト2問で9番ですねまあこれ有名なやつですこれよくでこのねこの出し方で今回は n の値が何個あるか求めろって言ってんの 何個っていうのは50個とか60個みたいな言い方ね。っていうのと、満たす N を全部かけと。3、4、5、6、7みたいな。2つあるんだよ。で、これ出た時に、今回は個数かけって言ってるんだよね。で、それを問題見た時にさ、あ、でしょうねって思った方は強い。この問題に関しては。でしょ先読みができてる。これをもし N を満たすの全部かけって言ったら、ふざけんなよって思うから。そう。ま、あそこは後で言うわ。ま、そういう言い方行きましょう。 これは何が特徴かって、ここだけルートがくっついてんだよね。だから何もできなくなっちゃう。このまんまだと。じゃあどうするかって全部ルートにすればいい。このままルートを外すことは無理です。ルート2に関しては。だったらこいつら、4と10をルートにしちゃえばいいじゃんって思ってください。で、4は、ルートに直すとね、普通の整数をルートに直すと2乗すればいいんです。つまり4を2乗して、こうすればルート16。これは同じです。戻るからね。で、 ルート N。で、1 0あ、十も2乗すると100になるから、ルート100になりますと。<laughs> 全部ルートになっちゃえば、もうルートの中身だけチェックすればいいんです。つまり、16より大きくて、100よりちっちゃい数なんですかと言われております。で、これはイコールが入ってないから、16はダメだからね。つまり、17スタートで、えっ、ー、と、100も入らないから、99まで。 じゃあ、ここの、全部書くの無理じゃない ?17、18、19、20、20ってバカってなるからさ。だから、じゃあここ何個あるのってチェックするんですけど、まあよく出るミスとしては、こっからここを引くのね。あ十17から99まででしょって99、99引く17で82ってやってミスるんだよね。これ、答え83個です。83個。これですね。あーちょっと待って。83個。もうちょっと下からよかったな。 これ細かいんですけど、ちょっともうちょっと下入ったんでいきます。こっちの方も答えってパってわかりやすい。ちゃんとした計算式でちゃんとしたというか言うんだったら、まあ十七から九十九枚の数何あるかっていうと。九十九から十七して一足すんですよ。これでてきます。これは小学校の時の何番目っていう勉強が実は始まってる問題なんだけど。じゃあ、一人目います。一の人がいます。 10の人がいます。1>, 1から10まで。同じね。17から99と同じ発想だよ。1から10までの人がいて、何人いますかって言った時、みんな何人いるこれ。1、一番の人から10番までの人。何人いますかって、10番まで10人いるって分かると思うんだよね。でも、さっきと同じ発想で言ったら、10-1で9になっちゃうはずなの。おかしいでしょこれ10から1引いちゃうと、この人の分なくなっちゃってんだよね。1引いちゃってるから。 だからこれも99から17引いちゃってると17番目の人引いちゃってるんだよ。だからその分の1を足すっていう。まあもちろん他の計算でもいいんだけどね。全然構わないんですけど。まあこれ気をつけてください。割とミスりやすい。個数求め、こ,れあの,この問題だけじゃなくてね、個数求める問題だ割と出るミスなんで。で、えー、さっきの最初の話にあの何個全部書き出せって問題のパターンだったら、よく出るのは、まあ2から3かな。これが多いかも。 で、これだと、ちょっと脱線して申し訳ないんだけど、ルート4、あ、2ってね、2乗するとルート4だから、32乗するとルート9でしょ。ってことは、これ4より大きくて9よりちっちゃいから、5から8までが OK なの ?5、6、7、8って、ま、あ答えに書けるじゃん。だからこういうパターンもある。全部かけっていう時と、何個の時もあるので、で、この5、6、7、8だったら、大体が全部かけになるんだけど、 万が一これが何個って答えさせる問題で5678って書いたら×だからね4個って書かないとそんなんでまたさ何点持ってかれたらもったいないからそれも気をつけてください気をつけなきゃなってそういうところもう思いながら解けると強いはいは <laughs> い,い、ね、24分さませんいきましょう最後ですねで最後はちょっとこうしてまああれねこうこうしてあの線はこうしてこう線か えっと、引けないので、ちょっと説明書き方だけ言っておきます。今回、あの、厳密書けなくても書き方さえ分かってれば OK にしてください。で、どうやるかっていうと、ほとんど、この点対称とか出てきた時に、その線が入ってるのがほとんどです。なぜなら丸付けが簡単だから。普通に書くのは難しい。丸付けがめんどくさいんで、受験だったらほぼ線が入ってる。で、どうやるかっていうと、C から行きましょう。こいつの打つ点は、ここのちょうど反対側にあります。 ちょうど反対側です。この線あ、点のね、O に関する反対側。どうやるか、マス目数えるんです。今、C から O って、右に3行って、上に1上がってるはずです。ちょっと見にくかったら、あの画面、問題文最初に戻って拡大してください。いい。右に3行って、上に1上がってる。ってことは、もう一回、右に3行って、 上に1上がったところに C の映った C' が来るんですこうやってやっていく全部同じですあとはじゃあ B もいきましょう B は右に1上に12345だ右にこれはちょっと色変えた方がいいかな、えー、右に1上に5ですってことはちょっとフリーハンドになっちゃうけどね上に5をい で、もう1回右に1。行った。ここに b の移った b ダッシュが来る。えで最後 a ですね。a はちょっと数えるわ。右12344つ上に3ですね。右に4つで上に3。これは説明聞いてないからちょっと見えないだろうけどね。ちょっとそこは許してもらおう。上に3。行って。右に4つ。<laughs> 4の場所おかしいでしょでこうなるこれが A' ダッシュなのでちょっと形がいびつになってしまうんですがあとはそれを3つ結んでもらえれば天体称の完成となります。ちょっと書き方だけチェックしておいてくださいいいかな天体シのねこれも出てくるので,で取りやすいから知らないと本当解けないんだけど知っとけば簡単に解けるからねこんな感じでやってみてください。 では、ちょっとね、長くなってしまったんですがね、ね最後までお付き合いいただいた方、本当ありがとうございました。で、えっと、まあ、今回の問題、割と、なんだろう、う簡単というか、基礎的な問題も集めてきているんですが、えー、途中でも話したように、解き方が複数思いついたときは、そういってね、ここで説明したような解き方のアプローチをしたりとか、えー、出題者が引っ掛けようとしているところを考えたりとか、あとは、自分がね、ミスをしそうなところをね、先に読み、先に把握しておいたりとか、 あと、まあ、いっぱい話したけど、ここで言ったように、えっ、ー、と、後で絶対にやり直しをもう一回やると決めてる問題であれば、近くに解かない。これ結構大事、地味に。すごく自分が押してることなんだけど、近くに書かないとかね、いうことも大事なので、うまく自分のね、解き方とか戦略っていうのを見つけてください。それは本番までのみんなの権利です。ね、そうやって、そうやって作戦を立てることができるわけだから。 ぜひね、それに活かしてもらえたらと思いますので、まあ復習してね、この問題に関しては復習して、ぜひ自分の力で解けるようになってください。では、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第39弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。